大阪カテドラル聖マリア大聖堂の位置大阪カテドラル聖マリア大聖堂は、大阪府大阪市中央区にあるカトリック、玉作り教会の大聖堂である。カトリック大阪大司教区の司教座聖堂である。ことから、大阪カテドラルと呼ばれる。教会の記念する聖人は、無限在の聖母。創立は1894年。創立時に建てられた。 聖アグネス聖堂は1945年の大阪大空襲により滅出。現在の大聖堂は1963年に落成した。敷地が細川大名家の屋敷跡というゆえんもあって、大聖堂内内陣左側には細川ガラシャを描いた画が掲げられている。その最後の日のガラシア夫人及び聖堂正面の壁が栄光の聖母マリア右側の 高山右近は、道元印象の筆、大小百の窓に施された、ステンドグラスは、羽淵公衆の作、十字架や製造は、オーストリアの彫刻家ルンガルジエの作と、当時一流の芸術家を集めて作られた。パイプ数2400の巨大なパイプオルガンでも知られる。近代建築家、長谷部英吉の遺作とも言える建築作品である。通常司教座聖堂に併設される、 大司教館は長らく、兵庫県西宮市紅葉園に所在していたが、阪神、淡路大震災で損傷したため、現在は移転され、玉作り協会の敷地内に所在する。現在の大阪大司教は、数奇教、トマスアクイナスマエダマハ。郵便番号540-0004大阪府、大阪市中央区玉作り2-24-22。ありがとうございます。